上向きになったりとか、なんかそういったものが、サッカーもそうですし、まあ、今後もすごい大事になってくるのかなっていうふうには思ってます。ピンチの時に人を助ける、逆にこう自分がピンチの時に助けてもらいたいなってどうしても思っちゃうと思うんですよ。それをこうに打ち勝つ、その甘えに打ち勝つ秘訣をちょっと聞かせてください。難しいですね。何ですかね、自分がこのチームをやっぱ強くしたいとか、自分のあり方がやっぱ定まってるからかなっていうふうに思っています。で、そうですね、なんか自分自身がこの試合にどう向き合うのかとか、なんでクリアソン来たんだっけとか、まずなんでサッカーしてんだっけとか、自分の好きなサッカーってなんだっけとか、なんかそういったものを考えたときに、苦しいときとか辛いとき、まあその方が人生多いなって思ってるんですけど、そことどう向き合うかとか、よく監督の成山とかが言う、問うな問われろというか、なんかなんでこううまくいかないんだろうとか、どうしたらうまくいくんだろうとかじゃなくて、自分がなんかその課題とか問題に対してどう向き合うのかとか、どう取り組んでどうそれに答えを出していくのかみたいなところを常に考えているからこそ打ち勝てるのかなというふうに思ってますし、自分自身も今年、まあ、怪我もあったり、まあ、試合に途中から出場、まあ、なかなかスタメンで出れない時期とかも結構あって、その時期めちゃくちゃきつかったなと思ってます。まあ、J リーグから来て地域リーグに来てなんで出れないんだろうって思う時も正直あったなと思っているんですけど、けれどもなんか自分はなんで来たんだっけとか、自分この課題にどう向き合ってどう成長していきたいんだっけみたいなところを考えた時に、乗り越えてこれたし、なんかそれを頑張ってきたからこそ今日点取れたのかなというふうに思ってるんで、なんか自分の在り方というか、なんか起きてるものに対して自分が答えを示し続けていくみたいなところがすごく大事になってくるのかなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。一言いいですか。はい、今年昇格した熊本のサポーターに一言いただけますか。いや、そうですね。なんか同期の上村とも連絡よく取ってて、まあ、今日頑張れよみたいな話をしてもらってたんですけど、なんか熊本が昇格したからには、まあ、自分自身も負けてらんないなっていうふうに思ってましたし、なんか自分自身も、まあ、年末熊本の方に行くんですけど、これで負けて年末帰るのはできないなみたいな思ってたんで、まあ、昇格できてよかったと思いますし、まあ、来年とかは九州とかの試合も、まあ、あるので、まあ、ぜひ熊本サポーターの方にはクリアソン新宿の試合もなんか見てもらって何か感じてもらえたらなというふうに思うので、よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。寒い中ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。